タチアナ・アレクサンドロブ・ナナフカは、ウクライナ生まれの女性フィギュアスケート選手で現在は、プロスケーター。パートナーはロマン・コストマロフ、ニコライ・モロゾフ、サムエル・ギャザリアンなど。2006年トリノオリンピックアイスダンス金メダリスト。2004年、2005年世界選手権優勝。2003年のタチアナナフカ 2004NHK 杯2005欧州選手権2006年2000年にコーチでもある。 アレクサンドル・ズーリンと結婚し2000年5月には、長女が誕生。2010年10月に二人は離婚した。2015年8月1日、プーチン大統領報道官である、ドミトリー・ペスコフと措置にて挙式を行った。1975年4月13日、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ドネプロ・ペトルフスクで生まれる。 ナタリア・ビボワの誘いにより1988年にモスクワ州に移住し練習を始める。ソビエト連邦の崩壊に伴いベラルーシへ渡り1994から1995シーズンではベラルーシのサムエル・ギャザリアンと組んで NHK 杯3位に入賞している。そのシーズンでギャザリアンとのカップルを解消した。1996年にはニコライ・モロゾフと組み。 ベラルーシュ代表として長野オリンピックに出場16位に終わる。長野オリンピック後、ロマン・コストマ・ロフとカップルを組む。1999年に一度解散するが2000年に再結成。2000年以降はアレクサンドル・ズーリーをコーチに迎え、2004年から2006年にかけては快進撃を続け2006年トリノオリンピックで金メダルを獲得。 直後にアマチュアを引退。タチアーナ・アディクサン・ダラブナ・ナーフカ、ロシア・ゴラテン・ホンジ、タチアナ・オリー・クサンドルボナ・ネーブゼー、ゼー、ありがとうございます。